海峡を通過する米国の航行の自由作戦。最新の情報をキャッチしましたので、今回、詳しく見ていきますね。米駆逐艦と沿岸警備隊の2隻で行っていますが、日本でも自衛隊と海上保安船との訓練も行われています。2021年8月28日、台湾国防部とアメリカ第7艦隊の両組織は、アメリカ海軍のアーレイバーク級駆逐艦のキッドと、アメリカ沿岸警備隊のバーソルフ級カッターのマンローの2隻が台湾海峡を通過したと明らかにした。アメリカ海軍の艦艇が台湾海峡を通過し、南シナ海に至る、いわゆる航行の自由作戦は、不定期に多数行われているが、今回のアーレイバーク級駆逐艦、キッドと、バーソルフ級カッター、マンローは並走したわけではない。台湾国防部からの発表によれ、アーレイバーク級駆逐艦、キッドは、台湾海峡を、南側から北側に向けて通過し、バーソルフ級カッター、マンローは、この侵略の航路をとっており、同海峡で交差した形のようだ。キッドは、アメリカ海軍が、これまでに70隻以上も建造している同海軍最多のアーレイバーク級駆逐艦の50番艦であり、同級の最新型フライト3の一つ前のフライト 2A に分類され、1997年から現在も建造されている。キッドと同じフライト 2A だけでも39隻が収益中であり、初舷は、満載排水量9515トン、全長 155.3m、全幅 20.27m の艦隊で、最大速力30ノット以上、巡航時には約4400海里の航続距離を誇る。フライト 2A であるキッドの主兵装は、MK41 モッド15分の7型の VLS 垂直発射艦であり、これを合計で96セル搭載しており、各種の艦隊空、艦隊艦、艦からたちの複数のミサイルを運用することができるイージス艦である。一方のアメリカ沿岸警備隊のマンローは、2021年時点で9隻が就役しているバーソルフ級カッターの6番艦であり、大型のカッターとして最新鋭の艦艇であり、2008年から一番艦が実戦配備されている。マンローの初舷は、満載排水量4112トン、全長 127.4m、全幅 16.5m の艦隊で、最大速力28ノット以上、巡航時には、約12000海里ほどの航続距離を誇り、バーソルフ級カッターとしては、9隻の収益が見込まれている。アメリカの沿岸警備隊といえば、日本でいうところの海上保安庁に類する組織と映るが、アメリカの連邦政府に連なる警察機関としての側面に加え、純然たるアメリカ軍の一部門でもあることが知られている。このため、バーソルフ級カッターであるマンローの兵装も、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦に準じた仕様となっており、主砲には、70口径 57mm の単装速射砲を1機、艦の近接防空用には、ファランクス20ムサースを1機搭載している。マンローは、艦尾に、ヘリコプター用の甲板と、航空機の格納庫を備えており、フランスのエアバスヘリコプターズ社製で、アメリカ沿岸警備隊仕様である HH-65 ドルフィンヘリを、最大で2機まで艦載することが可能だ。ちなみに、マンローと同じバーソルフ級カッターの一番艦である、バーソルフは、2019年3月から、主として日本海上で行われている北朝鮮の、瀬取り行為の監視にあたる目的で、長崎のアメリカ海軍佐世保基地に配備されている。ここ佐世保基地は、無論、アメリカ海軍の第7艦隊の指揮下にあたる場所であり、バーソルフ自体も、その指揮下で、北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事しており、
アメリカ沿岸警備隊とアメリカ海軍の協調がうかがえる事例だろう。さて、今回8月27日に台湾海峡を通過した満楼だが、これに先立つ8月24.25 の両日は、東シナ海上において、日本の海上保安庁の阿蘇、片巡視船1番艦で、ネームシップの阿蘇との合同訓練を行っていたことも報じられている。阿蘇、片巡視船1番艦、阿蘇は、総トン数770トン、全長 79.0m、全幅 10.0m の小型の巡視船であり、艦隊で最大速力30ノット以上とされており、これまでの阿蘇を含む同型艦3隻が建造され収益中である。この満楼と阿蘇による東シナ海上での合同訓練の具体的な内容については不明だが、相関技術や相互の通信などを行い、不審船等に対する警察権の行使などの項目について訓練を行ったものと考えて間違いないだろう。海上保安庁の船舶と海上自衛隊の艦艇による合同訓練も近年は実施されており、不審船への対応を両組織が共同で協力しつつ行うことがテーマとなっているが、不審船は北朝鮮から中国へと対象が変化していると感じられる。これは2021年2月に中国海警局が法改正により武器使用のハードルを緩和したことへの日本側の対応策の一環であり、尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛の初期段階において中国の船舶と最前線で対峙することへの備えだと言えよう。そうした意味合いからも台湾海峡の有事も日本にとって看過できない喫緊の課題と言えそうで、南シナ海をはじめ海洋進出を強硬に推し進めている中国の動きに日本、アメリカ、台湾の連携が今後は必須になるのではと思える。折しもこの2021年8月末に台湾の国防部は中国の現時点での軍事力についての最新の報告書を発表しており、指令は昨年までの控えめの内容から変化し、中国が第一列島線の西においては物理、非物理を含む有効な攻撃を行い得ると指摘した。第一列島線とは中国が定義している軍事的な対アメリカに向けた防衛線のことで、日本の九州から沖縄、そして台湾、フィリピン、ボルネオを結ぶ線であり、この内側の制海権を中国が握ることが戦略目標に掲げられている。今回、台湾の国防部が、この第一列島線の西側を中国が掌握し得る戦力を保持していると表現したことは、台湾有事の可能性がこれまで以上に切迫してきていると映るもので、日本でも同様の危機感と警戒感を持つべきだろう。2021年4月に中国海軍は排水量4万トン級の大型の075型強襲揚陸艦の1番艦海南を実戦配備させているが、台湾国防部はそれでもまだ幸いに大規模な揚陸作戦をすぐに実行できる能力獲得までには至っていないと判断している。台湾への中国の実際の武力侵攻が起こり得る可能性は得られるメリットから考えても決して多くはないとも思えるが、その気になれば実行できる戦力を中国軍が整えてしまった後では政治的にも著しく不利になることは明白だろう。日本でもそうした事態を招かないように中国海軍の艦艇の南西諸島への接近を回避する手段として陸上自衛隊の12式地対艦ミサイルを装備した部隊の配備を進めており、同ミサイルの 200km とも言われる射程距離での防衛を強化している。日本では、この人に、一式地対艦ミサイルをベースに、戦闘機に搭載する、
空対艦型や、さらなる射程距離の延伸を行う方針が決定してるが、やはり、左派を中心に、こうした兵器の開発は、なし崩し的に、攻撃的兵器の保有につながるとの批判も噴出している。中国の軍備に対する有効な対策が、これ以外にない以上、射程距離が長大だからといって、その開発、保有を自ら規制しようなどというのは、本末転倒な机上論だと思えるもので、代案の提示もない、こうした主張は無責任と言わざるを得ないだろう。